外国人観光客に聞く京都うまいもんランキング、第3位は、とっても美味しかったわ。彼女なんてとにかく食べまくってたの。帰るまでに5キロは太っちゃうわね。エビをあんな風にして食べるなんて、とっても美味しかったね。揚げているのにとても口当たりが軽いんだよ。かぼちゃなんてもう最高だよ。あれはまさに日本の王道だね。第3位はエビの天ぷら。京都でもやっぱりエビの天ぷらは大人気。多くの外国人観光客が訪れる祇園に店を構える八坂遠藤は、外国人客の多さに英語用のメニューを用意しています。さらに天ぷら屋を初めてね、家内と2人でゼルリッツの英会話教室行くとは思ってなかったですから。外国人観光客とのコミュニケーションを大切にする心遣いも人気の一つ。そんな大将ご自慢のエビの天ぷらのお味は、天ぷら最高。本当美味しいわ。そして海外では食べる機会が少ないエビの頭にもチャレンジ。どうです？美味しい。サクサクしてスナックみたいだわ。アメリカは冷凍が甘いな。テポラ最高、テポラ最高。ということで京都でもエビの天ぷらがランクイン。外国人観光客にとって欠かすことができないザ・ジャパニーズフード。